奥ちゃんと遊ぶようになってたくさんのことに気づかされた。誰にだっていいところはあると奥ちゃんに教えてもらった。本当に奥ちゃんにはたくさんのいいところがあった。迷子の小鳥を助けて自分の食べ物をあげて育てたり、自分よりか弱い存在を見つけて助けてあげるのが得意だった。そうしている時の奥ちゃんの目はとても生き生きしていた。私だってやれるんです。胸に癒しの力を。